これから資産形成しようとする人たちの資産形成の手段をまあ拡充する、うん、私がやったらいいやって思ってるのは、うん、積み立てニーサが今ひとつ7万円ぐらいまで積み立てニーサで積み立てられるようにする、うん、資産形成のための手段を倍増してやったぞっていうのはいい方法ではないかなと思います。うん ただそ n ニーサの拡充っていうのはまあほぼあの方向性として出ていてニー s a の抜本的改革って書いてあるからまあそれはある程度お金は持ってた方がいいやで増やしたいっていうことだとすると。 の普通の証券口座だとか銀行だとかでお金を増やすよりはそっちの方が有利なんで、えじゃあまあそこを優先的に使いましょうっていう、えまああの順番としてはそんな感じですね。日経平均株価っていうのが、まあいわゆるインデックスって言われる。インデックス正確には、いわゆるみんなが日経平均って言ってるものは、はい、日経225っていう25名柄の株価の平均値を取ってる。はい S&P500 ってのも、スタンダードプアーズ社っていう、その企業の格付けをやる会社があるんですけど、500名柄らの平均値を取ってると。それを買う、まあ、ファンド、株式投資信託、ファンドみたいなものがあって、まあ、一つの会社とみなして買えるんですよ。そういうのはみんな売買できる まあだから、よく株式投資の初心者の人には勧められますよね。うん、だから要個別の会社の株を使うのは、情報収集とかそういう面で、まあちょっとハードル高いんで、じゃあとりあえずみたいな感じで買っとくみたいな。インデックス投資って言うんですけどね。だからまあ、割と安全だし、まあ流動性もあるんで安,安心ですよね。聞きたいのはお金の投資なんでしょう、うん、そもそも、君たちが投資をしてうまくいく確率は低い。うん お金は、お金をたくさん持ってるところに集まるか。うん、お金はお金が好きだからとかよく言うんだけど、投資金額が1兆円の人と10万円の人が戦った十10万円の人が確実に負けるわけですよ、うん。だって10万円持ってる人はそれこそ山のようにいるわけじゃない、うん、でも1兆円持ってる人はほぼいないわけじゃない、うん、まあ持てないですよね。 10万円持ってる人はたくさんいるから、うん、その人たちの競争になるわけですよ。10万円しか投資できない人が10、10万円しか投資できない人たちの,の間で争うわけじゃないですか。有望な投資先があったとしたら。うん、ところが、有望な投資先っていうのは、お金が集まるんだったら、どんどん金利を下げていくわけですよね。理論的には。うんうん、お金集まりやすいから。うん、だから、銀行とかって、 金利が低いわけですよ、うん、銀行預金っていうのは誰でもできるから。だから金利がめちゃくちゃ低いわけですよ。うん、だけど、だから、そんな、あなたたちが、うん、この YouTube チャンネルを見てるほとんどの人たちが、うん、は、負けるんですよ。養分なんですよ、その人たち。うん、簡単に言うとね。うんうん